Let's go in search of the charm of Satyra. 76.5 FM。 柵の先人たち。作詞、英知と情熱が結ぶ新たな文化発祥都市。私たちが暮らしている作詞になるまでには、古くから受け継がれてきた人々の営みがあり、伝統や文化の礎となる働きをされた作の先人たちがいらっしゃいました。そんな作の先人たちにスポットを当ててご紹介していきます。作の先人たち。今日ご紹介するのはこの方です。志賀高原を命名した実業家、高津藤平。高津藤平は若い頃から薬用人参、牛馬の改良、さらに発電、銀行と作の産業を発展させた偉人です。一体どんな人生を歩まれたのかご紹介します。高津藤平は1871年、志賀村、現在の佐久市志賀の高津清三郎の次男として生まれました。村の詩人学校、そして岩村田学校、郡立北佐久高等小学校を卒業すると、19歳の時に慶応義塾に入学しました。塾長の福沢諭吉からは、人間としての生き方や経済について学び、小林一三、藤原銀次郎など多くの友達と新しい産業について語り合いました。慶応義塾を卒業すると東京電灯に入社しましたが、23歳の時に両親が亡くなり、兄の病気のためふるさとに帰りました。そして妹や弟の面倒を見ながら家業の薬用人参栽培に精を出しました。村に帰った藤平は人々に押されて村会議員、村長、県会議員になりました。その間に北作さん牛馬組合長になって牛馬の改良に努め、長野守馬所の誘致に力を尽くしました。1900年、藤平は一族の4人と資金を出し合って高津合名会社を作り、銀行を始めました。その頃は日清戦争が終わり、製糸場や商店を大きくするため資金を必要とする人が多かったので、事業は順調でした。そこで
1907年、神津武らも加わって資本金を10万円に増やすとともに、武の滋賀銀行や野沢貯蓄銀行などの重役を兼ねて佐久地方の産業を支えました。藤平の祖父幸太郎は佐久で薬用人参を初めて栽培した人でした。明治の初めには志賀村や田口村をはじめ佐久の村々で栽培する人が増えて、小さ方郡にも広がりました。1911年、信州人参同業組合ができると、藤平は組合長となりました。栽培方法の研究を重ね、形や大きさを揃えて出荷した人参は東信地方の特産物となり、農家の収入を増加させました。藤平は産業を盛んにするためには電気の利用や鉄道を敷くことが大切だと考えました。そして1912年、長野電灯株式会社の取締役となって、松原湖の水を利用して柳池発電所を作り、佐久地方の家々に初めて電灯を灯しました。藤平は1917年、東信電機株式会社の重役になり、千曲川にいくつかの発電所を作って東京へ電力を送りました。藤平は佐久鉄道が持っていた信越線の八代駅から須坂駅までの免許権を譲り受け、北信で鉄道建設に乗り出しました。佐久鉄道での経験を生かして、八代から千曲川に沿って須坂までおよそ24キロの鉄道を敷くと、1922年には蒸気機関車で運転を始めました。この鉄道は須坂や八代の人々に加藤鉄道と呼ばれて親しまれました。鉄道は須坂から中野へ、さらに木島平へと伸ばされましたが、人口の多い長野市と結ばれることが藤平の願いでした。そのためには千曲川に長い鉄橋を架けなければならないので、多くの資金が必要でした。県から補助金を受けて、1926年、藤平はこれを完成させました。この年、藤平は長野電鉄株式会社を作り、須坂と長野市内を結ぶ鉄道を合併して次第に電車に切り替えました。1927年には中野と湯田中まで開通させ、北信地方の大きな町や温泉地を結ぶ重要な鉄道となりました。藤平は1914年に友人の福沢桃助と北信の琵琶池を訪れたことがあり、周辺の山々や温泉の素晴らしさを知っていました。長野電鉄の乗客を増やすためには、温泉や高原にお客を呼ぶことが大切だと考えるようになりました。1921年、大阪の阪急電鉄を大きく成長させた小林一三が病気を治すために湯田中温泉の湯本館に泊まっていました。慶応義塾時代の旧友だった二人は、高原を歩きながら新しい観光と交通について語り合いました。
東平は湯田中温泉や神林温泉に遊園地やプールのついたホテルを作りました。さらに平尾村、現在の山の内町の和合会が持っていた土地200万平方メートルを20年間無償で借りて観光地づくりを始めました。1929年にノルウェーのヘルゼットを招いてスキー場を作り、秩父の宮が岩菅山に登山したことなど宣伝に努めました。さらに神林から高原に向かって新しい道を開き、丸池までバスを走らせたので高原を訪れる人たちが増えました。東平は生まれた村にちなみ、一帯の山や池を含めて志賀高原と名付けました。志賀高原の志賀は佐久の志賀村からつけたんですね。そして1960年10月11日、銀行、発電、電気、鉄道、観光地づくりと日本の産業の発展に尽くした東平は、病のため帰らぬ人になりました。長野電鉄では、東平の徳をいつまでも称えるために、神林ホテルに胸像を建てました。今日は、ふるさと佐久の志賀村を思い、北進の地に志賀高原と命名した実業家、神津東平をご紹介しました。この番組は、佐久市教育委員会の協力でお送りしました。